とはですね、今から6年、もっと前かな、6、7年前に、男4人で渋谷で飲んでまして、で、まあ、鍵をなくした経験があるメンバーがいたり、鍵を花火離さず持ち歩くのってすごくめんどくさいよねっていうような、まあ、そういうなんかよくあるあるあるの話で盛り上がりまして、でそこから、まあ、せっかくだったらなんか自分たちの手で、スマートフォンで鍵が開くような、まあ、そういったプロトタイプ作ってみたら面白そうだよねっていうような、まあ、そんなあのたわいもない会話からこのアケルンというのは生まれました。このアケルンって何かというところなんですが、まあ、いわゆる、まあ、一言で言うとスマートロックだとかクラウド型入退室管理システムというふうに言われているんですが、既存の扉にこのアケルンをあのベタッと、強力な両面テープで貼り付けるだけで、スマートフォンだとか、交通系の IC カードで鍵を開けることができる、まあ、そういったあのプロダクトを開発している会社になっています。当時は実は僕スマートロックって言葉も世の中になくて、僕らも最初鍵ロボット開けるっていうふうに呼んでたんですよね。まあ、徐々に2013年14年ぐらいから、そういったものが海外で出始めたので、僕らもスマートロックという名前を命名して、作り始めました。興味があるのはやはり、まあ、投資家との接点かなというふうに考えています。最近は特に、まあ、大きく、まあ、上場するようなケースって結構あの未上場のタイミングから、機関投資家から、あのしかもそれグローバルで活躍されているような大規模のファンドからあの出資を受けているようなベンチャー企業も多々ありますし、その辺がなかなかまだ、接点が僕らもまだまだ少ないなというふうに思ってますし、まあ、日本全体のベンチャーにとっても、そういったあのファイナンスしている会社ってまだまだ少ないなというふうに思っていて、まあ、そういった観点であの投資家さんとかとうまくあのつながりが持てるのであれば非常に面白いイベントだなというふうに考えています。事業全体としてこういうところもやってみたいみたいなのがあれば教えてください。創業した時からの思いと変わっていないんですが、物理的な金属の鍵を世界中からなくしたいなというふうに考えていて、それが僕らの言葉で言うキーレ社会という世界を作っていきたいなというふうに考えています。今もうアナログなものってどんどんデジタルに置き換わっていく中で、もう現金もなくなって、もう本もあの時計ももはや全部デジタル化していく中で、最後物理的な金属が唯一残されたアナログな持ち歩くものだなっていうふうに思っていて、これがデジタルに置き換わってくるって必ずあの来る、そういった未来って来るんじゃないかなというふうに考えています。で、僕らそれをキーレ社会というふうに呼んでるんですが、まあ、そういうキャッシュレ社会に次ぐキーレ社会というものを、僕らの手によって作ってですね、新しいアクセス認証基盤、まあ、そういったものを作っていきたいなというふうに考えています。まあ、今年、まあ、コロナみたいなこういうことがあって、うん、様々なビジネスが影響を受けている中で、御社の場合ってどういうような影響がありましたか？2つ側面がありまして、僕らですね、オフィス向けにセキュリティ商材を販売している会社ですので、やっぱ4月とか5月はオフィスを一気に解約する動きみたいなものが結構見られたんですね。で、その分でアケルン一部解約発生したところもありました。一方で、急速に本社以外のワークプレイス、例えばコワーキングスペースとかシェアオフィスとか、そういったフレキシブルオフィスが非常に増えていてですね、もう要は家だけではなかなか仕事ができなかったり、子供がお子さんがいらっしゃったりする中で、やっぱり働く場所と住む場所をちょっと分けたいよねと、でも本社まで行く必要ないよねっていう、そういう働き方が結構新しい生活様式で普及し始めてるなというふうに考えていて、そこのマーケットは非常に盛り上がってる状況ですので、そこに今アケルンはたくさん売っているというところですね、というものを、僕らの手によって作ってですね、新しい、アクセス認証基盤、そういったものを作っていきたいなというふうに考えています。